紹介していきたいわけなんですが、うん、その前に我々がね、はい、昔集めていたとか、うん、今集めているよっていうものをね、ちょっと聞いていきたいなというところで、なんかありますか？今もしくは昔。今も昔も変わってないのは、うん、ゲームですね。僕はやっぱりゲームね、ここが本当限りと似てるんですけど、ゲームはね、ゲームソフトは本当にね、うん、特にこう男性は何タイトルぐらい持ってるかと。ああ、でもそんなに昔、でも昔より多いのかな。まあ、ほら、自分でね、なんだろう、出演したゲームとかも含めると、はい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 、圧倒的に昔よりも多いけど、俺はね、結構ね、でもね、ホラーもののゲームとかをね、はいはいはい、やっぱ気に入ったものは残したりとかしちゃうね。まあね。ホラーもの、オカルトもの、うん、が結構好きだから。そうね。うん、だやっぱなんかどうしてもこう、なんかいろいろと、まあ昔からね、うん、これはずっとやっていくから取っとこうみたいなゲームソフトはどんどん増えてるんだけど、だから当時から多分計算したらきっと5000とか6000ぐらいは。買ってるんですか？俺そこまではいかないかもしれないけど、でもまあ、1000タイトルぐらいは多分やってるだろうね。多分ね、そのぐらいやってると思いますよ。昔？ハード。俺だってファミコンしかなかったよ。あ、ファミコンと PC エンジン、父ちゃんが買ってきてっていうのがあった。懐かしいな、懐かしい。だからメガドライブやったことなかったんだよ。メガドライブなんてもう高価なゲームだと思ってたからね。メガドライブは面白いゲームはね、名作、アクション系の名作がいっぱい生まれましたよね、あそこ。俺はだから、で、うちね、俺は、その、親の妹、俺のおばに当たる人なんだけど、その人が実家に一緒に住んでる時期が、小さい頃あって、そのおばがゲーマーだったのね。そうなんだ。だから俺が生まれた時にはもうすでにゲームのそのハードというハードがあったんですよ。へえ。で、パズルゲームあるでしょ。うん、いわゆる落ち物ゲーム。落ち物ね。うん。ゲームをおばと対戦してよく任されて泣かされるっていう。うん、そっからね、ちょっとだけパズルゲーム恐怖症になるっていう。っていう時期がある。ね、俺はね、それのせいで、俺は対戦型の格闘ゲームがダメになった。あー、それもあるね。もうほんと、誰しもが通ってきたであろう有名タイトルね。はい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 。2のやつですよ。2のやつね。2のやつ。あれでも。モーゲンのやつね。ほんとそうそう。俺もともとね、コマンド入力が得意ではなかったの。うん、にもかかわらず、もう友達がやろうやろうってさ、対戦させられるけど、その友達がやろうやろうって言ってたのが、今考えると、こいつ弱いし、すげえ任せられるから、そうなんですよ。技の練習台みたいな形でやらされるわけ。そうそうそう。もうなんも面白くない！なんも面白くないよ、あれは。それ以降俺はね、もう、ダメだね。もう俺は一人でゲームをするっていう風にね、心に決めてしばらくずーっと RPG しかやってなかったからね。ゲームは一人でするものだ。一人でするものだと。友達と一緒持ってのほかなと思ったもんね。近しいものあるかもね。近しいものを俺はおばから経験しましたね。それはね。簡単入力のゲームだったね、あれだけどね。そうね。下の子は逆に。